前田利家と羽柴秀吉は長宗我部軍を撃破、大返しに主君の敵明智光秀を討った。この勝利によって秀吉は織田信長の後継の地位を得る。天下が秀吉になびく中、一人時代の流れに従わぬ柴田勝家。秀吉と勝家の対決は不可避となり、両者は賤ヶ岳へと軍を進めた。決戦前夜、悲壮の雨降りしきる中、利家はおじきと慕う勝家のもとへ向かった。なんだってんなことに、俺はこんなこと。第5話賤ヶ岳の戦い、納得するわけねえ、いかねえんだ。おじき開けてくれ。秀吉とおじきどっち勝ってんなら俺はおじきを取る、それが仁義だ。簡単なことじゃねえか。だから俺を中に入れてくれ。ならぬ。なんでだよ。おじき、ずっと一緒にやってきたじゃねえか。何が変わったってんだ。一体何が違うってんだよ。時代だ。大殿が失われた時、一つの時代が終わった。時代が次にわしに滅びを欲するなら、それだけの話だ。秀吉に目そらすなって言われたよ。おじきんとこ飛び出したのは俺だ。俺が自分で決めたことだけど、俺はおじきに恩返したくって、俺の成長を見てほしくって秀吉んとこ行ったんだ。その気持ちは今も変わらねえ。時代が変わったって俺の気持ちは変わらねえんだ。だから俺は目そらしてでも、俺は聞いてんのか。聞いてんなら返事くれしやがれ。おじきなあ、おじき、じき。それでもわぬしは時代から目を背けてはならぬ。我々が東側を制圧後、総攻撃で中央は敵進軍に備え防御。都心は西から攻めてくれ。いざ尋常に勝利。おっとっぱい。やっぱエラとは違うね。目の前の敵を撃てば、なぜか思い出す。いつも一緒だった小さい頃、命取り合ってるってのによ。おかしな話だ。なんか自然
いざ尋常に勝負。秀吉、一つ言っときてえことがある。おじきは不器用だ。だけどこの戦の間に俺は…バッとね。この戦、お前んためだけに戦えばええ。悪い。秀吉が天下、認めぬは柴田殿のみではないぞ。我が首、見事取ってみよう。してまいる。そう、はめ。ずいぶん頑張られたものですね。順調すぎる。おっ、はめ。さすが年上じゃ。やるな。
する我が心は麦を許さぬ。いざ戦い。いざ尋常に勝負。男をあげるぜ。敵が誘うときは危ねえってな。おじき、兵伏せてんな。ふん、歳見破ったか。押して参る。押して参る。やるぞ。宿命が見破られ、柴田殿に今こそ加勢せねば。男をあげるぜ。頑張られたものですね。
して参る。ここはお通しできぬ。鬼姿が君の魂にかけて。決勝打ち取ったぜ。偉い人は違うね。時代なんだ。それは俺が必要としてる。言いに行かなきゃいけねえんだ。さすがは年上じゃ。やるぞ。援軍感謝いたす。ここで戦うのも定めですね。見えていよう。我が屍の向こうに。いや、時代なんぜ見たくねえんだ、おじき。それよりも。あきまえ！わぬしらの時代が来たのだ。俺は納得して。分かってるんだ。もうするしかない。俺の記憶がねえんだ。私の魂直接ぶつけてくれ。つらいな、トシエ。
辛いな。辛くねえわけねえだろ。辛えよ。めちゃくちゃ辛えよ。何が天下だ。何が辛いだ。おめえがなんせ終わらせよ。俺はもう昔に戻る。もうおじきは帰ってこねえ。だな。それでも俺はお前から逃げねえ。もう目をそらされ。それでお前はそうやってわしの天下を皆が笑って暮らせるよう支えていくんじゃ。ああ、俺の分も信長様の分もおじきのうちの分も、いろんな奴らが生きた証をお前はその小さい背中に背負うんだ。でっけえ大門だ。お前一人じゃ無理だ。だから俺が支えてやる。お前のそばにいて、お前の力で弱いもんが傷つかねえよう守ってやる。それが俺のこれからの仁義だ。だからこれは俺のやりきれねえ思いのための最後の一撃だ。うわあ！